国鉄五重系客車アイランドエクスプレス四国。アイランドエクスプレス四国は日本国有鉄道、四国旅客鉄道が1987年から1999年まで保有していた鉄道車両でジョイフルトレインと呼ばれる車両の一種である。旅客需要の多様化に伴い、1980年代に入ると、 国鉄の各鉄道管理局では和式車両や欧風車両を搭乗させることでその需要に応えていた。しかし国鉄四国総局には本格的なイベント車両は存在せず、キハ28系、キハ58系機動車のうち新幹線0系の廃車発生品である転換クロスシートを装備した上でカラオケ装置を設置した車両くらいしかなかった。折しも 国鉄分割民営化を控えた時期であり、JR 四国の発足に合わせて、利用者に楽しい列車の旅を提供するとともに、思い出に残るような車両となることを目指した、欧風客車を登場させることになった。いずれの車両も50系客車より改造されており、1号車、3号車、5号車はオロフ50系、2号車、4号車はオロ50系である。改造は、 多度津工場が担当した。全車両がグリーンシャいである。四国の温暖な気候を生かし、瀬戸大橋が開通した後の観光用に使用することを考慮した。四国は青い国というイメージが定着していると判断されたことから、これを徹底的に強調する塗装デザインとした。車体の窓から上を白、窓の下はライトブルーとしてフレッシュなリゾート感覚を表現した。 また、白とライトブルーの境界には細い青帯を入れ、車体中央部では、ブルーの濃淡の斜めのラインを入れることでアクセントをつけた。なお、当列車の専用機関車として、でュー系機関車2両で10148を同様の塗装デザインに変更した。種車となった50系客車は一般系であるため、12系客車や14系客車と比較すると、車体幅が狭い。 また、冷房装置やその電源も搭載されておらず暖房も自社で賄えない車両である。このため、室内、外装の改造のみならず、屋根構造や床下偽装についても大幅に改造されることになった。全車両とも屋根状の通風機を全て撤去した上、新たに AU13A 型分散式冷房装置を3号車のオロフ50型には6機。 それ以外の車両には5機搭載した。暖房発注車の電気暖房を使用することになり、冷房、暖房、サービス電源を自社で賄う発電機関を床下に搭載した。また、車内の換気のためにバス用の電動換気扇を各車両とも2個設置した。また、各車両とも片側の扉を閉鎖し、展望室、天井院室、休茶室とした。 側面の窓は二段窓から、はめ殺しの固定窓に変更した上で、窓柱をブロンズ色とし、ブロンズ色に着色したステンレス板を飾りとすることで、連続窓風にした。奇数号車には洗面所を新たに設置し、便所は種ネ車を活用したが、1号車と5号車については、洋式便所への改造を行った。客室、編集客室は通路を片側に寄せた上で160ミリ。 傘上げして、床式物は、絨毯とし、リクライニングシートを、シートピッチは1280ミリで2列プラス1列の、配置とした。座席は45度刻みで360度回転が、可能である。通路の壁面には折りたたみ式座席を、奇数号車では6脚、玉数号車では10脚設置した。奇数号車の客室出入台側には点二メートル点九六メートルの、 舞台を設け、カラオケ機器を設置した。3号車には天井陰室として、ボックス座席を設置した。客室の照明は天井に直接照明の蛍光灯を連続して配置した上で、壁面には半馬節照明の白熱灯を設置した。ただし、3号車に限っては半馬節照明の蛍光灯を連続して配置している。照明は各車ごとに、 明るさの調整が可能である。展望デッキ、編集1号車と5号車には、車端部から2 5 0 0ト、mm、ルを開放式の展望デッキとした。展望デッキのデザインは、別荘のベランダからフェンス越しに眺望を楽しむという、イメージを具現化した。天井は東具取り付け部分以外を、ブロンズガラスとブロンズアクリルの組み合わせとして、サンルーム調とした。フェンスは、 白の格子に飾り、模様を入れ、転落防止を考慮して高さは1.2メートルとした。床には人工芝を敷き詰めている。また、客室との仕切りには間口の広い出窓を設けた。出窓と客室への扉はブロンズ調とした。床下機器、編集発電機関は 4VK-8.8 型を全車両に搭載した。この発電機関は、 本来は3000回転毎分の7 0ルトアンペア仕様であるが、本車両ではこれを1800回転毎分、40キロボルトアンペア仕様に出力を抑えることで、騒音の低減を図った。各発電機関は、冷房、暖房、サービス電源として自社への給電が基本となるが、機関故障の際には2両までは、給電可能としている。これに伴い、車軸発電機、 蓄電池箱、変圧器箱は撤去した。また、これまで発電機関は夏季のみの利用であったが、今回の改造では年間を通じて使用するため、冷却水の水温が摂氏60度前後になると冷却用半の回転を停止する構造として、当期の冷却水の加冷却防止を図った。これらの改造に伴い、床下の空気ためタンクの設置場所を変更した。 電源機関の制御回路とサービス機器の回路を引き通す必要があることから、ジャンパ連結機を種車の K85H 型から K8A 型、K93A 型の併用に変更した。このため、通常の50軽客車との混用は不可能となった。なお、展望室側にはジャンパ連結機は設けていない。ブレーキ装置は時速 110km 走行に対応させるため、 永久ブレーキ弁の取り付けとセーリング後の材質変更を行ったアイランドエクスプレス四国1987年4月より運行開始四国を拠点として各地への団体輸送や臨時列車に使用された1988年4月には JR グループは発足一周年を記念して各旅客会社のジョイフルトレインなどを使用した JR 一周年記念号をリレー方式で 運転した。JR 四国はアイランドエクスプレス四国を使用したが、旅客定員不足を補うため、JR 四国所有の12軽客車スハフ1 2三を改装して、スロフ1 2三として連結して運転した。運転区間は高松こと平広島高松間であった。老朽化が進んできたことから、1996年に内装、外装ともリニューアル工事を行った。 外装では、車体中央の斜めのラインがなくなって、オロ50系の窓状に、四国レイルワイカンパニーアイランドエクスプレスのロゴが入り、テールサインの変更も行われた。また、オロフ53のテールライトが埋められてなくなった。車内では、床敷物を絨毯からリノリウムに変更し、カラオケ装置、トイレ、洗面所をリフレッシュし、座席もケットも交換されている。 1999年5月29から31日の運転をもって引退、廃車となった。後継者として9波185系機動車、キロ波186を改造したアイランドエクスプレス四国2が登場した。ありがとうございます。